言葉が汚いマシンなんでね、言葉が汚い言うたら言葉からまず喧嘩始まるんで、まあそういうマシンなんじゃないですか。もうムカついたらもうちゃろうと思ってまうんで、まあ殺人以外の犯罪は多分全部してますね。なんか映画作るから。さっ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 さ。田舎特有の小競り合いがよくある街っていう感じですかね。有名などこで言ったら高間とかやっちゃいました。気づいたら芝みたい。もう化け物がいるって知らせて。最初言うことしてよ。地元が石川県 でそのままオーディション来ちゃって僕らは分かんなくて、そのどれが豊橋なのかとか、僕らは豊橋なもんだと思ってたんで分かんないですよね。そうですね、はい、石川県在住なのに豊橋って名乗って出てきてるやつがいて、それはちょっと俺は言った方がいいんじゃないかな、うん、てかむしろそれ通しちゃったら全部今後何でもありになっちゃうかなっていう。普通に出場停止っすよそいつは、うん、誰かが埋めないとでもその穴を、まあ、できれば。じゃあこれ出ます。今体重は74か何だったの。74ね。ちょっとでも宮島君だと軽くないですか。軽いですけど責任なんで、まあ、今回の各地区の対抗戦のミドル級だいぶ強いですよ、うん、まあ喧嘩自慢なんで気合いか。気合いっす。そこが喧嘩じゃないで絶対強いしよ、宮島君は。まあ覚悟決まってるんで、まあいきます。責任なんでね、監督の。そうですね。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄概要欄から。次は CEO の地元の豊橋と、姫路です、ね、兵庫姫路、うん、もうちもヤンキー多い街らしいんで、うん、ね、本当の構想ですね確かに、うん、監督同士もさっきからピリピリしてて、ここ気合い緊張感がある。お願いします。豊橋行ったら朝倉兄弟の地元でもあるんで、泥を塗らないように豊橋の先陣切って切り込み隊長としてぶっ倒してくるから。もう今の俺だったらもうそこら辺の全国の不良たちに喧嘩でも格闘技にも負けできないんで、バチバチの殴り合いやらせろって。まあ殺人以外の犯罪は多分全部してますね。はい、殺人以外も全てです。で喧嘩で普通に勝って逮捕されましたね。ブラジル人でやりましたよ。ぶつかってきてみたいに言われたから普通にビンで通しました。いや俺もこの子でんじゃん、めちゃくちゃ強いです。お前しかおらんよ。まあ喧嘩自慢らしく、まあ、しっかり不良をやってきて、まあ、勢いもあるめちゃめちゃいい選手って感じですか。試合で、まあ、なんか自分っていうのを一番表現できる人間だとは思ってるっす。まあ喧嘩で少年入って、まあ、外でやったら捕まるけど、ここでやったらね、褒められて知名度上がって金も稼げるんで、俺からしたら天職なんで、今日も思う存分暴れます。はい、じゃあ行こう。誰がですか。ゆうひと、ひろや行くか。じゃあ行こう。よっしゃー、姫路したぞ俺。
じゃあこちらも行きましょう。トラジックさん、シャーイ行こう。お前リラックスしてな。カレーがカレーカレー力まんでいいから力まんでいいから。俺は持ってるもんちゃうから。はい。お前殺したいよ。行け行け。おいいや。ナイスナイスナイス。頑張って倒します。お願いします。おあれ暴走部と同期さん、あ、同期さん、そうそう、もともと宮島が友達で、宮島は本当昔から喧嘩っ早くて、本当しょっちゅう喧嘩して、まあ、喧嘩っていうか結構まあ一方的なのも多かったですけど、まあ、でも本当にそういうのを見てて、まあ、僕自身は本当にそういうのを見て、まあ、笑ってたタイプ、うん、でああいう普通な感じで、静かなんですけど、こう試合っていうか、まあ喧嘩になった時は気持ちが強い、下がらず前に出て、でまあ戦いに見せてくれるっていう感じですかね。まあ、宮島の友達って言ってる以上は、まあ、宮島が恥ずかしくないような試合はしたいとは、普通に思いますね、はい、そうやな、祭りやからな、血が溢れ出会う血祭りになりたいな。勝つやろ、まあ、相手に応じてなんか戦い方は臨機応変に戦えるなっていう、本当になんか勝負強いなっていうふうに思いました。何が強い、これが強いとかじゃなくて、なんかそういうやっぱ両の勘みたいなのがあるんかなっていうふうに思ってます。集団相手がでも多かったかな、やっぱり障害もやし、まあ、拉致ってとついて障害ついたり、まあぼちぼちと。
いっすね、いいっすね。ナイスファイト、ナイスファイト。クロ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 、あれはみなこれ強いっすね、やっぱりブレーキのカードが飛べてない。狂気ですね。もうプロ本当に何千レベルぐらいのパワーと実力と根性があって、人殴るの好きだからそれだけで出たいなって思って、まあ、家族のためでもあるけど一番は殴るのが好き。相手のメンタルを壊したいな。壊して壊して潰す。違うみたい。もう化け物がいるって知らせて。その家庭をもっと良くしたいね。そのお母さんも心臓悪いし、双子も障害者だから、その将来が心配。有名にならないとお金稼げないんで、有名になって家族を手伝って安心させて、そこからベルトとかなんかどっかの大きな舞台を考える。もう相手が格闘技やめたいぐらいな気持ちにさせたいですね。そいつの夢も壊したい。俺も邪魔してるから。やけど、まあ負けたことはない。16とかからみんな同世代の頃はもう車持ち出して、まあ、無免許やけどガソリン入れに行く余裕もないのくせに車持っても取る、ほなガソリン取りに行こうとか言うて、10ちょろぐらいしか給料なんかもらえへんから、遊びなんかほとんど飛んでもて、それでもまだ遊びたいってなったらお金集めなあかんなってことで、いろんな店とか行ってなんか金庫開けてお金取ったりとかを繰り返して過ごしてきたって感じ。まあ、姫路はまず絶対勝つし、僕は秒殺KOさん、ワンパンスポーン、大丈夫、大丈夫だから、はい、一緒に対抗おっしゃ、いったれ、持っていきましょう、いきましょう、ほい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 、ちょうちょう、いやっ、2勝1勝1敗、いいね、ミニシュース。剣国にバンさんのストーリーコンテンツがあるらしいですね、はい、あ、そうなんだ。どんな物語なんですか。なんか一応今年自分の自伝みたいなの出させてもらってて、はい、ちなみに読んでくれたり、ちょっと送ってもらったんで見ました。ああ、ありがとうございます。それのなんかちょっと深掘りしたような、はいはいはい、そんなストーリーをその
建国の方で今回そのストーリーに立ててやってくれてるみたいで、はい、なんかちょっとそういうのがありそうだって声かけてくれたみたいで。そうなんですよ。ああそうなの。僕が提案したんです。ああありがとうございます。なんかそれでなんかねそれをキャラクターにしてくれてなんか今回あの登場しているらしいんでぜひあのインストールしてくれるならね、まあ、みな見てる皆さんも含めてあんたでもいいよ。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは喧嘩自慢決定戦での裏側アプリでしか見られないコンテンツを配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。じゃあこれでいます。まあ覚悟決まってるんでまあ行きます。責任なんでね監督の。そうですね。まあ言うてもミクロの先輩なんでちゃんと結果出すように頑張ります。まあやんちゃはミクロが勝手に暴露を言うんであいつが。まあでも車の聞いた話とか一番悪かったとか風評被害暴露するまあ、まあ、若い頃そうっすね。若い頃なんで今実は実はあそうっすね。確かにまあ評判は悪いと思います。地元では喧嘩はだからもう集団でやるより1対1。僕の場合はなんかもう目の前あったもんをバーンって使ってまうんで、喋られて鬱陶しいんで口の中包丁突っ込んだりとか、あのトンガと思うので耳の中バーンって刺したりとか、もうムカついたらもうもう殺したろうと思ってまうんで、俺が暴れるってなったら暴れる前にみんながバンって止めて止められてくるんで、まあ俺に当たったらもう痛い思いするだけっていうことで。よろしく。ここで宮島君来ましたよ。ピン君。そうですね。ちゃんと宮島君も決めましょう。ここで前半ごわる。おーおーおー、一発ギャグ決めてんだぞ。お前その指ケツに突っ込んだら出せ。はい。自分から行け。そうですね、見てもらったら分かりますけども大きいし、もちろん日本人にはないようなパワー持ってるし、喧嘩ですね。何人か分かんないですけど3人組ぐらいで、そいつら全員なんか
ウイスキーの瓶とか持って、それ3人がかり相手した。で、2人病院送り。あの子は見たことあるけど、タクマのことボコボコにした子だよね。コンビニの出入りの時に突っかかって、お互いが。で、その時も何も考えずやっちゃいましたね、気づいたら。今まで散々喧嘩してきたけど、まあ今回の喧嘩もその一つにしか過ぎんもんで、来た相手は顔面を粉砕したいと思ってるんで、よろしく。もうガチガチのと付き合いしたいね。それは自分のスタイルだからね。僕格闘技できんの。負け、どこにも負け。うん、もうなんか戦うことに慣れてるんだろうなっていう感じはあります。まあ祭りでよう喧嘩したりとか、もう若い時はもうそこがね、名前売る場所やから、単車乗っとう時とかね、あちこちのチームとも当たるし、うん、とつき屋の喧嘩なんかしょっちゅうやしね、町歩いとったらすぐ喧嘩ですわ。まあ、誰が当たってくるか知らんけんどよ、私はもう KO しか狙っとらん。じゃあ行きますよ。じゃあお願いします。ああいうしか集中しないから、だからしっかりブロックで見せたし、はい、シャイゴー、はい、シャイゴー、オーケー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 、ベルダメ、タネ行くぞ、はい、ということで、11月23決勝で、試合決定です。お願いします。前回のストーリーの完結、落ち着けよ。誰に口聞いてるって、おめえしかいねえだろ、これ。つきましょう。本当切ってんのか、これって。やめとけ、やめとけ。止めてくれるか、チンピラか、この野郎。おい、チンピラ。
今日どうするんかなと思ってたんですよね。でもなんか審査員席にいたから出てこないんかなと思ったんだけど、やってくれるんですか。俺はもうあの若手がいっぱい出てきてる中でガチャガチャ騒ぎはねえけど、しっかりと今全部手に入れてるお前男としておられすぎてあるよ父さん。でも俺もただのチンペラじゃねえから、もう昔はお前は俺のことバカにしてたかもしんねえけど、もう昔の俺じゃねえから、それをしっかりとけじめつけよう。やりますか。やろうぜ。じゃあミクル、ミクル、あの記念すべき大会になると思うんだけど、ペンでぜひ俺と萩原で花を添えたいなと思ってるんだけど、やらせてもらってもいいですか。 OK です。じゃあ試合決定です。よろしく。リスペクト持って KO します。俺もな、簡単には倒されねえから。しっかり大人のたしなみというかね、ちゃんと今若手いっぱい出てきたけど、はい、俺たちは俺たち流の、大人の見せ方しようかな。しっかりけじめつけます。急にリング呼ばれたんで、まあまあでも本当の男だと思ってるし、まあ、戦う価値は十分にあると思うんで、まあ KO しないと多分実力の差あるんで、向こうも分かってて、まあ、男出して挑んできてるんで、過去一、まあ、仕上げるつもりでいきたいと思います。はい、ここから応募者のブロック始めていきたいと思います。で、ウリタさんも今回審査員として参加していただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。どんなとこ期待しますか。そうだね、なんか一般オーディション目の前でどれぐらい面白いことやってくれるのかなっていう、まあ過激な部分含めてね、丸くなってほしくないなと思ってる俺は。やっぱブレイキングダウンは落ち着いたり丸くなってほしくないな、うん、じゃあ始めてきますか早速。じゃあオーディション始めます。それでは最初のグループをお入りください。静かにして。あ、ちょっと静かにしてやってもらっていいですか。よろしいですか、皆さん。ウリタさん、中村さん。後で説教は個別で聞くので話してもいいですか。まずはじめにお謝罪をいただく機会をいただきまして誠に感謝します。まあこの中で一番強そうなサトルさん、うん、まあ見た目で言ったら一番強そうやってやりたかったんですけど、そのテル君が俺とやりたいっていうのは俺ら輝いて見えてるってことなん。まあぶっちゃけ花あるじゃないですか。うん、まあ俺は逃げも隠れもしねえよ、安心しな。いいね、うん。ブレイキングダウン7前日記者会見第4部に移ります。テル君の対戦相手のサトル選手が来てなくて、でなんか YouTube でなんか襲撃されてましたみたいなその動画を出してるんですけど、何者かに襲撃された。運営に一切連絡も取れてない状態なので多分欠場になります。はい、分かりました。まあ、なんか YouTube 上げてんのになんで連絡出ないんだよと思いますけどね。正直 YouTube 上げてる時間があったらまず運営にその人として連絡してくるのが筋だろうと思います。自分の身勝手で軽率な行動で多大なご迷惑をおかけしましたこと本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳ありませんでした。OK、 サトル君が本当に反省してるっていう旨はもう伝わってます。
ですね。で、瓜田さんとか甲斐君とか、あの三國君とも当然話して、はい、で今日この場に来てもらってるんで、もう伝わったんでお戻りいただいて大丈夫です。瓜田さん、なんかあります？大丈夫、元気だった。もう思う存分自分の、もう自分らしさを出してください、はい、あれ、また出場しに来てくれたんですか？はい。お、42時間かかりました、サンパウロから。ただで帰らないです。もうドタキャンダメだ。はい、成長しました。座ってもよろしいですか？うん、もうここからは気を使わないで大丈夫なんで。ここからは気を使わなくていいってよ。なあ、ただいま。まあ、それが悟だからね。なるほど。 OK、 じゃあ自己紹介と意気込みを、まあ、前回松井君に勝利したサップさんですね。大阪から来たサップです。またブレイキングダウン10盛り上げるためにね、またやってきました。誰とでもいいんでね、やらせてください。ちょうどサトルがいるよ。そうそう、ちょうど俺びっくりして狙ってやらへんか。強いの？おー、強いわ。サップ西成。そうや、ちょっと帽子取ってみに。あ、取った。一つだけ聞きてんだよな。そろっと髪の毛もう入ってこねえのか。うわ、ここがここがやっかかるな。うわ、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 サトル落ち着こう。サトル落ち着こう。どうなってんだ。サトル落ち着こう。サトル、サトル。何？一回ちょっとサップと話して。集団でやるのやるな。しげえ。やろうじゃねえか。集団じゃねえから。集団じゃねえ。サトル、集団じゃねえから。こうやってからも覚えとけよ、これ貸す。OK、一旦座りましょう。アンディさん、座りましょう。一旦その皆さん座ってください。もういい、シェル今やめろ。やめろ。やめろ。みんな止めてくれ。サトルだ、おい、俺取れろ、俺取れろ。寄ってたがってやるんだ、寄ってたがってやるんだ。シュン、落ち着けって言ってんだよ、おい、落ち着け。サップ頼む、一回落ち着け、一回落ち着け。シュン、落ち着け。シュン、落ち着け。シュン、落ち着け。面白いじゃねえか、やろうや。サップ、シェンの引け、引け、ちょ、引け一回。これサップとサトルの話だから。そうそう、その通りだ。多勢に無勢になるから頑張れ。他入るな。腕折れてるっす。腕折れてるっす。誰が指刺った。椅子で腕折れてるっす。ちょっと見ておく。おい、サトルこれ、おい、サトルどこおんねん、これ。おい、ガネ引いとけ。おい、お前ちょっと一旦引いてけ。俺ら次にも止めたんだ。カータがサップと二人で周りは一回落ち着けって言ってんだよ、てめえも。これ勘違いすぎだ、これ。おい、これ一回引け。さっきの顔もつぶれるから一回止まれ、みんな。一回座れよ、座れよ。はい、一回座ろう、みんな座ろう、みんな座ろう。サップの怪我はどうなの？手どうですか？手、はい、手大丈夫ですか？試合したいで俺代わりに行くんで。なんで椅子、椅子
ゼメミル。ゼメミル。一応病院。いやでも動いてるんでできるはできるんですよこれ。ああ本当だ。大丈夫。大丈夫。1ヶ月。じゃあサップにしなりと。試合だけ組んでください。お願いします。お願いします。試合だけ組んでください。誰でもいいですわ。オッケーです。そうしましょう。1回来る。サトル1回来れる。サップ西成と1対1で堂々と試合しろ。サップ西成と1対1で堂々と試合。本戦で。わかりました。じゃあ話はしない方がまた始まっちまうの。まあいいや、もうじゃあ試合決定で。試合決定でいいんじゃない。試合決定でもうもうはけろはけろはけろ。もうサトリーもういいよ。いいとりあえずもう今今日はいい。試合決定します。試合決定します。お願いします。ありがとうございます。俺がしたんだよ。俺がしたらこうなんだよ。お前あいつの歯何本か取りてえな。歯3本ぐらい取りてえよ。そしたら仲間たちもお喜びしてくれるんだろう。ハゲ吹っ飛ばしてやるよ。セトルさんは歯を3本折るって言ってありましたけど。俺どこ折ったのかね。どこ折ってほしいですか。ちょっと歌わねえね。あの編集あったりましょうか。あれも試合とか喧嘩やったらもう終わりやからね。あれちょっと教育してあげますか。ブレイキングダウンって結構賛否をずっと生んできたと思うんですけど、一番よく思ってないのって多分日の目を浴びてないもっと努力して頑張ってるプロ格闘家だと思ってて、実際にこうブレイキングダウンの選手を、まあ、対抗戦みたいな形ができたらいいかなということで、まああのまあ、ブレイキングダウン、まあ、俺はまあ格闘技とはしてはまあ見てなくて、格闘技っていうものを僕が見せればいいなというふうに思ってます。いやだから負けたらどうするんですか。頭丸めちゃおうかしら。眉毛も全剃りせんか。3年間縛りできんのかこれ。やってるんだ。やれんのかっつってんだよ。ちょっとやろ。あどうぞお座りください。俺と試合してもらえませんか。俺の方が強いよ。俺の方が強いね。合宿企画に参加してもらった新しいブレイキングダウンの顔になるかもしれない人たち4人とアウトサイダーだったり、まあ、ブレイキングダウンに出てもらってる選手には引退をかけて戦ってもらおうかなと。おい、これさっきから何んだよこの野郎。なんでこの呼ばれてさこのガキに手出されなくちゃなんないの。気合入ってないからやろ。我慢の限界があるこっちにも。ブレイキングダウンイレブンオーディション応募開始。応募期間は11月3日から11月17日まで。概要欄から今すぐ応募。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。購入者特典も充実。 VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。さらにペーパービューチケットも販売開始。詳しくはコメント欄、概要欄から。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは喧嘩自慢決定戦での裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。11月23決勝でブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもお気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほかエクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。